皆さんこんにちは。今回から、皆さんのご要望が多かったレッスン企画をスタートします。で、コメプロ2人をアシスタントにこれからつけてやるということでよろしいですかね。はい、まあ僕がちょっとツアーの方で、なかなか忙しくなるので、もともとチームコーメにいた、小畑智彦プロと元プロはい、元プロと井上咲プロにアシスタントして手伝ってもらうことになったので皆さんに紹介したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回一発目の、はい、まあ、レッスン番組じゃないですけど、はい、まあ、アプローチ編で冬から春にかけてのアプローチ、はい、まあ、見た通りあんまりこう芝が揃ってない状態で、そうですね、うん、まだこうちょっと青いのが出始めたぐらい、特にねプロでもグリーン周りのこの時期やっぱみんなトップしたりチャックリしたりするから、まあ、それを、まあ、この3人がどういう風に打つか、まあ、人それぞれ違うと思うんで、まあ、打ち方を見てもらって、まあ、アマチュアの方がこう参考になるような打ち方をしたいと思います、はい、ね、下がちょっと薄いあんまり芝がない状態で、はい、まあまあ、どういう風にその考えるかっていうのは、まあ、女子プロが今回ね入ることによって女子の打ち方っていうのはなかなかないと思うから、まあ、例えばさくちゃんが試合の時とかに、はい、まあ、こういう状況に来ましたと、ベッタベタの、はいはい、でピンまで25ヤード、はい、どういう風にイメージ、イメージ、まあ、状況にもよりますけど、まあ、この場合だったら私は低く出して、うん、ちょっと転がるようなランニングアプローチ、はい、まあそのキャリーではなかなか芝がないから、うん、スピンかけれないし、まあアマチュアの方もね、まあそうなんだけど、基本的にそのグリーン周りからミスする原因って球を上げようとするのが絶対なんだ。で、なるべく転がせるんであれば、状況的に転がした方がいいと俺は思うし、まあそれは人それぞれ選手によって、ね、ロブが得意な選手もおれば、ランニングが得意な選手がいるけど、まあ今回は、アマチュアのことが参考になるような打ち方として、まあ、ちょっと何回か打ってみたいと思うんで、まあ、先に僕が打ちます。でそれからまあ尾形が打って次さきちゃんが、はい、ピンまでまあ25ヤードで、こういう状況の時はもう僕はまあ一番はダメだと、まあ、グリーンに乗せるのが最低条件だから、はい、とりあえずランニングアプローチでグリーンに乗せる、まあちょっとこう普通がまあアプローチこれぐらいですから、ちょっとやっぱり右足耳に置いてちょっとダウンブローの体勢作ってランニングの体勢作ってあげて、まあ、これから敵がポンって基本的にはでもちょっと風が強いんで聞き取りにくいかもしれないですけど、もうヘッドがここに落ちる体勢を作ってあげる、手を前に出して、であとはもう上からトントン叩く、こういう体勢を作ってあげる。これはもう下が悪いから、うん、じゃあこういうイメージね。アドレスが大事。そうそうそう。アドレスでまあ基本球がこっちに真ん中にあればあるほど、はい、やっぱりダフっちゃうから、はい、なるべく右足かかと線上に置いて、ヘッドが前に落ちる体勢、はいはい、でこの時に顔が上がるとトップしたりダフったりするから、はい、もう絶対ここに落とすんだっていうイメージで、あとはこの振り幅でちゃんと距離感を調整してあげる、
なる。確かに。美味しそう。で、まあ、ちょっとね、例えば、もうちょっとこう、春過ぎて5月、6月になれば芝が生えてくるから、そうすると、この真ん中に置いて、釜を上げてあげる。なるほど。これの時も、まあ、アマチュアの方が大事にするのは、絶対ヘッドアップをしない。もうヘッドがここに落ちる体勢を信じて、あとはこの振り幅だけで打つ。この振り幅っていうのは、あとは自分の力が増えたから、はい、まあ、僕はそういう風に打ってるんで、まあ、次は尾形がどういう風に打つか。もうその春先の芝はもう、まあ、さっき言われた通り、ちょっと、まあ、こう綺麗に当てようとしても、まあ、夏の芝よりもやっぱりこうコンタクトしにくいよね、ボールに。っていう部分があるんで、まあ、やっぱり僕もこうちょっと少しこうダウンブロー気味にこう、なんて言うんだろうね、夏だったらこう割とこう、ね、ボールとボールの周りも一緒にポンってこうアバウトにこう一緒に持っていくようなイメージが出るんですけど、まあ、春先はやっぱりこうボールに綺麗にコンタクトに入れないと、まあ、どうしてもミスになってしまうんで、まあ、僕もやっぱり少し、まあ、右足寄りに置いて、で気をつけるポイントはやっぱりここのこの角度ですね。この角度をやっぱり崩さないで、ここがやっぱりどうしても動いてしまうと、まあこうやって手前にこう刺さっちゃったり、まああとははたまたこうちょっと落ちちゃったり、ちょっと下がったり、これがやっぱり大きく原因になるので、まあこの角度を崩さない。この形をキープしたまま、こういう。大事なのはヘッドアップをしないこと、まあ、それはもう間違いないんだけど大前提ですね、そこは。じゃあこれが尾形選手の教え方です。はい、次は女子の意見を聞きたいと思います。さきちゃん、どういうふうに考えてますか？私は神戸さんと手首使うの苦手 で手首使っちゃうとこうなんかこう返して手で打っちゃうんですよ。だからアドレスで、まあ、私も一緒でちょっと低めにこうダフらないアドレスを作って右足の前に置いて、私は結構体の回転だけで、体の回転タイプね、はい、アドレスだけでこうちょっと低い出るように構えて、ちょっとトップしましたけど、うん、まあいいよ、何回か体でいくタイプなんでね、はい、まあ、男子プロの中でも体で打つ選手はいるし、
あだからアプローチでもこれだけやっぱ教え方が違うっていうことね、はい、その男性だからこうであるべきっていうのは絶対ないと思うし、はい、まあアマチュアだからこうした方がいいんじゃないかっていうのもないけど、はい、まあ参考になるっていうのは例えばこれだけ3人おればやっぱ教え方も違うし打ち方も違って自分の参考になることがいっぱい増えてくるわけだから、はい、そうですよね、うん、だからもう本当に3人ともバラバラ、そうですね、まあ、今僕の場合は右足に置いてこの手首で上げてポンと落とすタイプ、はい、で尾形の場合はこの形を変えずにこのままスッと落とすタイプ、はい、で咲ちゃんの場合はこう作って体の幅で落とすタイプ、だからもう全然違うんだけど、だからアプローチが全部どれが正しいとか絶対ないけど、はい、まあ、自分に合ったもん、自分に合ったこのね教え方で参考になることがあればいいなと思いますし、はい、まあ、基本的にだから一緒なんだけど、まあ、真ん中よりこっち側に球を置くやつはいないってこと、そうですね、腰場で、腰場で大体ここに置くやつはまずいないあー難しい、難しいよね、自分で難しくしてるようなもんって、確かに、うん、だからアマチュアの方ってね、アプローチでも振り幅が大きかったり、はい、でここでちょっと緩めたりするじゃん、はい、まあ、基本的には転がしたいんだからやっぱり右足に置いてちょっとヘッドをこうね被せるんじゃないけど、はい、立てて、あとはこの感覚で転がしていく。そうですね。本当にオーソドックスですよね。そうそうそう。もう本当にランニングアプローチの打ち方なんだね、これは。はい。まあ、俺の場合はもう落としどころを決めて、この振り幅だったらもうそこしか行かないと思って転がしてるから。はい。